本日は皆様方におかれましては何かとお忙しい中、このように大勢の皆様方のご出席をいただきまして、盛大のうちに祝い会が開催でき、本当にありがとうございます。私、ただいま紹介いただきましたように、高校時代の杉光君の同級であります大橋と申します。本日は小学校、中学校、高校の同級生と杉光君の同級生が50数名参加しているようであります。その同級生の皆様方のお許しをいただきまして、せっかく同級生代表として挨拶してくれというようなご指名をいただきましたので、挨拶をさせていただきたいと思います。関口昭一さん、今回の鹿沼市議会副議長就任、誠におめでとうございます。心からお喜びとお祝いを申し上げたいと思います。3期目で副議長になるということは、多くの3期の同僚議員がいる中で大変まれなことであり、まあ本当にその中身を知りますと大変だったろうと思います。しかし本日このような形で副議長のお祝いができることは、本日ご出席をいただいております多くの皆様方の日頃の力強いご支援、あるいは本日出席されていない講演会の皆様方のご支持ご支援があればこそと思っております。また杉光議員本人が日頃立派に活躍活動され、それらのことが多くの同僚議員から評価を受け、この結果に結びついたのではなかろうかと思っております。これから2年間副議長として大変な激務の中での公務が待っているわけでございますが、まだ病み上がりといっては大変失礼でございますが、健康には心配な面が多々あると思います。どうか体に気を使いながら、本日ご臨席をいただいております大貫議長さんと力を合わせまして、鹿沼市民のために一生懸命活躍活動してほしいなと、そんな期待をしているわけでございます。私たち同級生一同も、関口議員が立派に副議長として、あるいは議員として活躍できますよう力いっぱい支えるつもりでございますので、何なりとその説は申し付けていただきたいと、そんなふうに思っております。結びになりますが、健康には十分留意されまして、議員として立派に活躍活動されることをご祈念申し上げ、合わせて関口昭一講演会のますますのご発展ご隆盛を心からご祈念申し上げまして、同級生としてのお祝いの言葉に返させていただきます。本日は誠におめでとうございました。